おはようございます。今日はちょっと待っててください。うわっと、よいしょ。じゃーん、スイカ。重たい。これがシーズンイン旬ということで、もうこの時期ぐらいから3日に1回ぐらい食べてるんじゃないかっていうぐらい、もう大好きで、私スイカが本当に。皆さんにもぜひ美味しいスイカ食べていただきたいなと思って、今日はフルーツ大好き私長島が美味しいスイカの出会い方をお伝えできたらなと思います。まずは音、聞こえます？そう、なんかいい音であればあるほど美味しいスイカだって言われてるみたいなんですけど、何がいい音なのか私もわかんないし、あの目利きの人、プロの人でも音はやっぱ難しいらしいです。見た目で見分けるポイントを今日は3つお伝えしたいと思います。まずはこの縞模様、これが一番わかりやすいんですけど、くっきり分かれてる色の濃い部分と薄い部分がしっかり分かりやすく出てる方が、しっかり甘さが回ってるっていうスイカなんです。うん、なんかこうスイカって育てる時にこうやってあの回しながらまんべんなく日に当てて甘さをこう均等にするんですけど、そう、それがねちゃんとできてるスイカだと縞模様がきっちり綺麗に出るそうです。続いて2つ目はこのヘタの部分です。ここが細ければ細いほどいいスイカなんですって。そうだから、これちょっと細めなんですよね。見えるかな、思った。ゆっ、ここがあの緑色であればあるほど新鮮なスイカです。で最後3つ目のポイント、それがわかるかな、このヘタの周りがこれぷっくり膨らんでるの分かります？分かるかな、ここ盛り上がってるんですけど、ここがちゃんとぷっくり盛り上がってる方が甘くて美味しいスイカです。なのでこのヘタの部分が下にくぼんでる方がいいってことなんですよね。そう、このスイカはねもう本当にちゃんとここぷっくりしてて、わかるかな、わかります？これで見たらわかるかな、このヘタの部分から盛り上がってる。そう、こういうスイカが甘いみたいです。スイカにもいろいろな品種があるんですけど、このスイカ実はとっても珍しいスイカなんです。その名もじゃーん、千葉県産のひときわ甘くてひときわ美味しいっていう意味でひときわだそうです。しかもこの何、ローマ字ってとこがまたおしゃれ。私も初めて食べるんですね。なのでちょっとすごくワクワクしてるんですけど、よし、じゃあまずこれを横にします。スイカをね、でちょっとこう揺らしてみて安定するところがあるらしいんで、よいしょ、うん、ここら辺かな。そう、これで真ん中にこのスイカを買ったお店の方にもあの迷いなく切ってくださいって言われたので迷いなく行きたいと思います。よし、緊張するな、これ大事だもん。いきます、よいしょ。お、待って、おっきいこのスイカ。あ、え、ちょっと待って、これ切れるかな。あ、まずい、回して切るしかないか。よし、
っと待って、これ大きすぎる。え？斜めってる。まずい。あー、これもうでもナイフ入れちゃったから、これちょっとこの包丁じゃ入ん、よし、ちょっと回していきます。うわー、これ綺麗に切りたいんだけどな。よし、今なんか落とした。今多分結構ザクッと割れましたよね。あ、来たかな。よし、下まで行っちゃうね。包丁入れて、では開きます。せーの、オープン。うわじゃじゃーん。この大きさ、皆さん、わかります？種がないの、黒い種が。どうですか、綺麗な赤。めっちゃ嬉しいね、これ綺麗だね。ここでちょっと登場させたいあるアイテムがあります。取ってきます。じゃじゃーん、スイカ用のカッターフォークです。これすごいでしょ。ここでね、ここの部分でカットして、そのままフォークで食べられるっていう、このアイテム通販で800円ぐらいで買ったんですけど、はい、去年インスタでもご紹介しましたが、このね、フォークがねすごいんですよ。もう楽しいし画期的だし、ちょっとぜひ今日もお見せしたいと思います。こちらの追加でやってみますね。いきますよ。ぐさっとまず刺して、奥までギュッと入れて、そのまま引く。そう、刺して、引く。これを順にやっていきます。これが気持ちいいんだわ、シャリシャリ言って。よし、で、これをこっちに向けます。ひっくり返して、次はこちら、スッと入ります。スッと入って、ギュッともう引くだけ。そしたら、なんとこのスイカキューブ状になるんです。まあ、そう、ほらー、こんなに綺麗なキューブになるんです。しかもこれ種がないので、このままあまっ、ひときわ甘って、こういうことか。びっくりな甘さ。びっ、え、なんじゃこりゃ。びっくりした、今沈んだもん。甘いし、シャリシャリ感、スイカのシャリシャリ感もものすごいし、あとね、果汁がとにかくジューシーで、噛んだ瞬間になんかスイカジュースみたいな感じになって、うん、こんなにあるの幸せ。あれ、あとこのひときわ種がないので、何にも気にせずそのまま一口でいけちゃうっていうのが、こんなに嬉しいことはないですよね。やっぱりスイカ好きなので、種をこう出すのも全然私は苦じゃないので、
もうそれもそれさえも楽しむぐらいな気持ちでもう毎年スイカものすごい量消費してるんですけど、やっぱりこう種がないともうなんて言うんだろう、パクパクいけちゃう。うん、これだからあのこの深さしか入ってないので、まず1層目を食べたら次2層目3層目ってやってきます。私それでもうこれね綺麗にできるので、なんかこうカブトムシが食べた後みたいになりました最後、去年は。それぐらいこれ綺麗にもうスイカを余すところなく食べられるので、本当にあの楽しいんですよこれやるのが。さあということで今日は美味しいスイカとの出会い方、そして私の愛用しているスイカグッズをご紹介しました。皆さんもぜひこの夏美味しいスイカをたくさん楽しんでみてください。以上 from 長島でした。うん。